ニューギニアンシンギングドッグとは、パプアニューギニア原産の野生化した犬種である。本種は、絶滅寸前の希少な犬種となってしまったが、オーストラリア原産のディンゴやインドネシア原産の絶滅犬種であるテンゲルドッグ、ベトナム原産のプークオックリッジバックドッグ、太陽国原産のタイリッジバックドッグとは、つながりがあり、禁煙種である。とても古い犬種の一つで、 かつて人間により改良された最も初期の犬種の性能や用紙、狼の品種化の改良過程の謎を解くための失われた艦と呼ばれている犬種の一つとして数えられている。乳儀にシンギングドッグも他の失われた艦の犬種と同じく元は人に飼育され改良された家畜であった。しかし、それが逃げ出して野生生活をする中で自然に適応し、 長い時間をかけて固定されていって出来上がったのが本種である。ニューギニアンシンギングドッグは、犬種名の通り、歌う犬として知られているが、1から2頭の犬だけを飼育していても、歌うことはなく、多くのシンギングドッグが集まることによって、初めて歌うことができる。かつては8頭のシンギングドッグが捕獲され、その子孫が輸出されて、外国の動物園で飼育されているが、 ほとんどが高齢で繁殖適齢期を過ぎているため飼育下のものはとても数が少ない。また原産地であるニューギニア島でも個体数が著しく減少していて絶滅寸前となっている。飼育されているものと野生のものを合わせても総個体数は500頭にも満たないと言われている。絶滅を回避するため現在原産国では環境の整備や捕獲作戦が計画されている。 歌うニューギニアンシンギングドッグこの犬種最大の特徴は歌うことである。歌うと言ってもそれは音楽や伴奏に合わせてコーラスを行うというような本格的なものではなく不思議な頭え声がまるで合唱のように聞こえるため歌うという表現が使われている。シンギングドッグは個体による声紋の違いが著しいため数頭、数十頭が集まって 遠吠えをすることによって、まるで合唱が行われているかのように聞こえるのである。したがって、少数ではあまり合唱のようには聞こえないのが現状である。用紙は原始的でスピッツタイプに近く、丸めの立ち耳、ふさふさとしたタレを持つ。コートはスムースコートもしくはショートコートで、毛色はホワイト、ブラウン、ブラックタン、ブラックのグラデーションなどがある。 暗闇で本種の目に光を当てると緑色に輝いて見え、仲間同士では狼のように甘神をする特殊な特性も持つ。体高36から46センチメートル、体重8から14キログラムの中型犬である。ありがとうございます。